なんて素敵なインスタアカウント素敵なインスタグラムのアカウントを見つけました安部春也さん長野県上田市出身の陶芸家でインスタグラムのフォロワー数は現在34万人世界中にファンの方がいますその魅力は和食器ながらモダンなデザインで宝石のような色合いその繊細な作風に多くの方が魅了されていますそのインスタグラム運営でも特徴的な取り方が それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動をしています、かぐわです。この番組では、インフルエンサーやクリエイターに役立つ情報を毎日配信しています。ぜひフ、フォロー、フォロー登録、フォローよろしくお願いします。はい。<laughs> 素敵なインスタアカウントを紹介してるというのに <laughs>。 <laughs> やっちまいましたね。はい。えー、改めまして、えー、どうもです。さあ、今日はですね、インスタのアカウント紹介です。えー、いや、すごいですよ。この安倍さん。私、あの、存じ上げなかったんですけども、34万人のフォロワーがいるというのは、まあ、もちろん、というぐらい、まあ、ものすごく素敵な作品を作られている陶芸家の方です。で、えー、どんな作風かというと、例えばですね、えー、インスタに最近載っているのですと、えー、この、 なんか大、大皿大皿で、こう、花びらが中心からパパパパパって、あの、菊の花みたいに広がっていくような模様が描かれてる大皿、お皿があります。で、多分、ただそれ、模様じゃなくて、彫りでの模様なんですよ。うん。なんか立体感のある、あの、写真になってますから、多分、えあの筆で描いた模様、花びらじゃないんですよね。それから、えー、さらには、えー、花瓶。 花瓶で六角形のこうハニカムパターンというか、蜂の巣というか、そういった六角形の模様が規則正しく、非常にこうモダンな、それでこう幾何学的なモダンな感じのデザインになっているえ花瓶ですとか、それからとランプシェードも作られてるんですよね。ランプシェードはこう縦にこうストライプが入ってるんですけども、それもですね、単純なストライプじゃなくて、綺麗な、 そのライトの明かりが絶妙に漏れる感じの、うん、明るさになっているライトシェードとかランプシェードとか、うん、なんですね。なので見ていただけますと、そのシンプルなんだけども、その独特、うん、と料理を、こう料理を邪魔しない存在感のあるワンポイントというようなデザインにまあ見えます。いやーなんかこういうデザインもあるんだなっていう感じのデザインで 本当でどんなお料理にも合うんじゃないかなというシンプルかつ奥行きのある繊細なデザイン。それが安倍春也さんだと思いました。さて、安倍春也さんのインスタグラム運用です。えー、っと、最近の投稿は、まあ、いろんな投稿が多いんですけども、えー、バズる前、 まあ、2019年とか18年の頃まで遡ってみますと、やはり、こう、インスタの王道と呼ばれる、まあ、綺麗な器の写真を綺麗に撮るという写真をとにかく、えー、写真で、えー、その器の綺麗な、綺、え、麗、ー、さを表現するという投稿が、まあ、基本になっています。特徴的なのは、光ですね。あのー、作風からしてその、彫、え、り、ー、によって、 えー、模様を作られてる感じなので、えー、光を、もう基本、要は真っ暗の中に作品を置いて、一方向から何か照明を照らすというような感じの陰影を強調する、えー、写真が多いのが特徴です。多分ね、それを撮るだけでもものすごく大変なんですよね。でも一方で、その長野県上田市に工房があるそうなんですが、まあ、そういう、こう、外界も多分かなり暗い、 ですかね。あの、そういう、本当の暗さっていうのを知ってるからこそ、写真にもそれが現れてると思うんですね。ですから、本当に昔の作品ですと、本当にね、造形がね、これなんか美術の作品、あの、うん、なんか美術の教科書っていうぐらい、本当に陰影が綺麗な写真が多いんですね。はい。で、 えー、その模様がですね、ほんとなんとも、あの六角形この手作りなんだけど、なんで六角形がこんなに規則正しく並ぶんだっていうぐらい、本当になんかね、あのー、CG って思わせるぐらいなんかね、すごく、うん、洗練された現代風な模様なんですよね。はい。で、えー、ただですね、2019年バズる頃から動画が徐々に増えていきます。で、 その動画でおそらく、えっ、ー、と、分析ツールは、まあ、API の、あの、プログラムの連携のバグとかもあったりするんで、正確ではないと思うんですが、推測にはなってしまうんですが、2019年の6月、このタイミングで、ものすごくコメント数が多い投稿を見つけました。それがですね、動画です。リール動画ではなくて、まだ2019年ですから、まあ、動画な、フィードの動画なんですね。で、その動画で、 ろくろを回しています。で、ろくろに、こう、乾いた、えー、素焼きっていうんですかね。素焼きの状態の器が乗っかっています。で、それを手で回しながら、一つ一つ、なんか、元々に、こう、なんか、あの、下書きの鉛筆の線があるんですよ。あのー、器に対して、縦方向にシャッシャッシャって均等間隔にあって、さらに、横方向に、グルングルングルンっていう風に、こう、マス目状になっている下書きの鉛筆の線があります。それに沿って、 何か、こう、なんでしょうね。えー、っと、かあの、ナイフなんですけど、ナイフというか削り道具なんですが、えー、棒があって、棒の先に、直角に、直角に削る部分が、の刃がついている、こう、ナイフなんですね。なんかナイフってこう、持つところと刃の部分とまっすぐになってるじゃないですか。そうじゃなくて、本当にこう、書き出すような感じの直角になってる刃がついている棒で、その、目印に向かって、シャッ。 くるっ、しゃっ、くるっ、しゃっ、くるっ,って回して削っていくんですよ。そうすると、なんと、六角形のその模様が、まあ、綺麗にできるんですよ。この気持ちいいこと。いや、この、なん、なんでしょうね。素焼きのものを、こう、削る感覚って多分見てても、すごい気持ちよさが伝わると思うんですよね。な、なんだろうな。あの、本当に、ま、窓、窓。大掃除の時に窓で、 これちょっと例えが汚くて本当申し訳ないですけど、窓でスクライピング、わー、ピャーってこう、ワイパーみたいに掃除するじゃないですか。あの気持ちよさ、これぜひ動画見てください。概要欄にリンクを貼っておきます。本当に、まあ、繊細な手さばきだからこそできるき規則正しい六角形だと思うんですが、それがね、見事に量産されていくんですよ。六角形が。あこの模様って実は手作りだったんだって改めて気づかされるんですね。 はい。いやー、ですから、これ、おそらくこの動画がきっかけだとは思うんですね。で、それ以降、まあ、動画、フィード画像を、そして徐々にリルールというように、まあ、投稿の種類を増やしていくというような、まあ、いわゆるインスタのね、王道の投稿の仕方になっていくわけですけれども、もちろんベースは、ベースは器の綺麗さ、えー、素敵な、えー、非日常感をですね、出すという写真の綺麗さも、 あるんですが、ただ、えー、たまにですね、箸、えー、置きで、動物とかの箸置きで可愛い感じの箸置きが何回かに一回か投稿されるんですよね。そういう風な感じでアクセントもあったりして、やっぱりね、続きが見たくなる。なんか、アートというと、ちょっとね、こう、突き放してなところもあったりするじゃないですか。でもそうじゃなくて、たまにほっこりさせてくれる、やっぱり続きが見たくなる、えー、インスタ運用なので、やっぱりフォロワーが増えていったんだろうなと思いました。 はい。ですので、安倍春也さんえ、公式サイトも、えー、概要欄に書いておきます。公式ストアもまあ素敵な作品がたくさん並んでます。最近では、ランプシェード、時計、花瓶といったような、えー、和食器以外のものも、えー、たくさん売られていて、もう単純に目のようになるかと思います。いやーでもすごいですね。 3万3000円の、えー、花瓶も普通にソールドアウトしてますね。まあ、一品物だからっていうのはあるかもしれませんが。まあ、それでも、うん、この、なんでしょうね。えー、っと、すごいシンプルながら繊細な模様が並ぶこのデザインはどんな部屋にも多分合うと思いますね。あの和室、和室じゃ、もちろん和室じゃなくても。うん。ですから、ぜひこの作風に皆さんも公式サイトで触れてみてください。 はい。この番組では、インフルエンサーさんやクリエイターさんをご紹介させていただくことが多いので、ぜひですね、私も取り上げてほしい、こんな人を取り上げてほしいということがあれば、お気軽にレター、メンション、ご意見いただけると幸いです。それから、この番組、Apple Podcast や Spotify、YouTube などで放送配信してますので、ぜひよかったら高評価、拡散、ご協力よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、いってらっしゃい。